小町研究生です。あんちゃんです。ちなちゃんです。ひまりんです。よろしくお願いします。今日はなんと純情小町グループカラオケバトルの優勝景品、溝の口カレーさんのお食事券を使おうと思います。それではね、早速、行こうと思いますよ、みんなで。それではみんなも一緒に水の口カレーさん行きましょう。ゴー。アンナさ、今日カレー楽しみすぎてね、30分ウォーキングしてきたから、もう暑くて暑くて張り切りすぎる。一人だけね、薄着だもんね。そうなの、暑かったの。はい、武蔵水の口駅のコンコースをテクテクと歩いてきたわけなんですが、モクティ丸井の前にある階段を降りて向かっていこうと思います。どんどん行きましょう。わー、行けないでね。まあ階段を降りてまっすぐ歩いてきたところなんですが、目の前にね、横断歩道とコーヒーショップがあるんです。そこをね、曲がっていこうと思います。あ、電柱が。それでは店内に入りましょう。はい、こんにちは。純情小町研究生です。よろしくお願いします。食べるんですけど、このカレーのカレー屋さんのポイントがですね、写真でも分かるように2種類あるんですよ。で、しかももう一つポイントがあって、おかわりできるんだよね。ね、そうそう。実はあんなね、お店で食べるのは初めてなの。いつもテイクアウトで食べさせてもらってたから、今日実際お店に来て食べるのが初めてなので、とてもワクワクしてます。イエーイ。それでは早速お願いしちゃいましょうか。うん、それではお願いします。お願いします。この写真よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。大きい。そしてね、多分コラーゲンかな。美味しそう。丸々しちゃおう。柔らかい。チキンはチキンでね、トマトの、トマトがすごい。で、
多分どっちもたくさんたくさんスパイスを使ってらっしゃると思うんですけど、スパイスって何種類ぐらい使われてるんですか？20種類以上。20種類も使ってるんですか？そんな使ってる。でもだからってなんかすごくスパイスが効いてて辛くて食べれないってわけじゃなくて、すっごく優しいお味です、うん、だから、うん、なんだろう、小さなお子様とかね、うんうん、女性のお昼休憩とかもみんな来て食べれるような美味しさになってます、うんうんうん、男性もね、もちろん大食いの方は多いと思いますが、うん、おかわり自由なので男性でも全然大丈夫なんかまだみんな食べてる食べてる。おかわりお願いします。かわいいしますお願いします、はい、量はどれくらいにされますか、うん、大盛りで大盛りで大盛りでかしこまりました。お願いします。はい、お待ちください。2杯目お待たせいたしました。ありがとうございます。おお大盛りでございます。すごい、見てでかい、じゃーん、じゃ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 ーん、ちなみにこれはチーズですか？はい。おー、カレーにかけると美味しいんですか？そうですね、ちょっと味が変わって、うん、試してみます。粉チーズ、チーズのちょっとチキンの方に、うん、味が変わる。チーズの濃厚さがね、このチキンと合ってすごくインパクトが強くなります。美味しい美味しい。女性はね、うん、このぐらいがちょうどいい。あ、そう。ちょうどいい。あ、そうか、うん、あんちゃんすごいね、やっぱさすがだよ。まあ、美味しいもんなんだ。うん、すごい、うん、結構ちゃんと苦しいよね。どう？ちょうどいい、ね、うん、やっぱちょうどいいサイズ。私も無事ね、完食できました。私普段はね、ここで割と一杯だけで終わらせることが多いんですけど、ちょっと今美味しかったから、カレー多種であるじゃないですか、それ一緒にだけいただくことってできますか？もちろんです。ご飯の量ですとか、どっちのルーがいいとか、野菜つけないでとか、お好みなんでも聞いて、おかわり作りますので。では、ご飯少なめで、ポークカレーでいただきたいです。はい、お願いします。かしこまりました。お待ちください。イエーイ。ちょっと私もご飯を少量、ご飯少しずつ形で、はい。はい、お願いします。ありがとうございます。でもちゃんと綺麗な形で戻ってくる、うんうんうん、ありがたいですね。じゃあみんな食べ終わったということで、終わりました。ご挨拶をしましょう。はい、せーの、ごちそうさまでした。ありがとうございます。なんとこのね、水の口カレーさんはセルフサービス、うん、で、コーヒーがおかわり自由な感じらしいので、嬉しい、ね、嬉しいね。あんちゃんコーヒー大好きだもんね。コーヒー大好き。ちょっと早速いっちゃいたいと思います。今時期紅茶もあるらしいですよね。ガムシロだよ、ガムシロとミルク、なんかね、アイスが、これちょっとした、スプーンでマストロビーってね。確かに、でも触っちゃったから。あ、うん。今時期触っちまったから。よいしょ。僕もあんちゃんブラックで、ブラックでのもちろん僕もいただきます。ストローこれかな。うん、あ、待って、2個取れちゃった。よいしょ、いただきます。私は先に席に戻ります。ホットコーヒー美味しそう。いただきます。やってるって言ったじゃん、だいぶ最初から、うん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 、それと全然やってないのと違うよ、うんうん、伝わらないの。ちょっとね、何言ってるか分かんない。いや、そうだねって言ったけど。
つぶちゃんに言って違うのよ、今日朝コーヒー飲んできたの、うんうんうん、私最近なんかジンジャーブレッドみたいなコーヒーがあって、うんうん、コーヒーを飲んでるんだけど、あの市販のなんか普通のコーヒーみたいなあるじゃない、あれをやったんだけど深みがないのよ、うん、だから深みがあるなっていう話をしたかったの。なるほど、今度伝わった、皆さん伝わりましたでしょうか。そういうこと、深みがあるよ、美味しいです、美味しい、めっちゃコーヒー、うん、めっちゃコーヒー、美味しい、ごちそうさまでした、ありがとうございます。りくさんね、そんな溝の口カレーさんなんですけど、うん、何か皆さんに、この動画を見てくださった皆さんに何かありますか。ありがとうございます。当店エンターテインメント喫茶っていうのを言ってるんですけど、カフェライブなどいろんなイベントがやる他に少人数からの貸し切りも受けたまっています。貸し切りの際、ダーツとかゲームが教えていただいてもらいますので、ぜひ皆さんランチ以外でもご利用してください。